友内林公平、友内林公平文久4年2月16日とは、幕末の国学者、家人、金納志士。陽名は、新丸、後に左京。通称、六郎。一時、並木春倉の変名を使用。法名は、大雲坊修英、五は、河原寺道人。八九、怒るが院氏、よもぎ祭、岡童など。友林の名は、 聖火近くの友野林市神社にちなむ、河内国式の軍林村浄土新州村三津寺に、父県生、母、原田氏の次男として生まれ、西本願寺の学寮薬師寺、山戸氷山の光喜び児童で、仏道修行、各地で仏道、趣旨学、国学、和歌を学ぶ。趣旨学については、浜松の樹者川上東山、国学については、伊丹の中村義し 紀州藩の加納諸平、江戸の友の信友、和歌については、稲葉国神館、飯田秀夫などについて学んでいる。1845年、八王の教恩寺の住職となり、多くの門人に、国学、華道の教育を行うが、1861年に、教恩寺の壁に七子と絶句、本絶新州清潔民理うため仏圧節道人所。 コンステルブツブツキュートが本世新州政決民を書き残して出本、大和国法隆寺村東福寺の小松家の茅屋に住み、金労志士として活動した。1863年、天中組の変が起こると、五条に駆けつけ、天中組の記録法を受け持った。義挙失敗の後、法隆寺から岩船街道を大阪へ逃亡中に、捕らえられ、獄中で義挙の経緯を改装した。 南山東雲六を書き、翌年2月、京都で残死処刑された。去年52。京都六角の極舎に移された時は、幾のの変で囚われた。平野国を見とうが、隣同士で和歌の贈答をしている。1891年9月安国神社合祀、12月14日、追贈50年期に河内の同士が、 玉の親神社近くに伴い林公平の墓を建てた。増従4位とも林公平の墓1987年12月には岩船神社に住吉大社宮司西木康氏の記号によるとも、林公平の辞世の句、家事を無味乗り手のガレによならねば、岩泉山も飼いなかりけるという辞世の句の石踏みが、伴い林公林先生数計会によって、混流される。 山と河内等の御両をめぐり、その後輩を嘆いて、野山の嘆き、山と国領母健康等を書いた。その著作の多くは、和歌もよく挿入されており、歌人が書いたという特徴がある。死の加納諸平と共に、聖火近くの中津山古墳の墳長場で、主演をしながら、曲玉等を盗掘していた僧侶の一団を追い払ったり、 大和の島の山古墳、河井大塚山古墳、須山古墳等について、特に高領を選定に漏れたことを嘆いている。また、須山古墳については、何か伝承を聞いていたのであろうか、己いささか考え入れたることありと高領として、被創者の心当たりがある旨を書いている。しかし、現在のところ、具体的に被創者を推定した文書等は発見されていない。さらに、 藤野の木古墳については、付近に、ことのという、各家々に締め縄を張って、恩苗詩を職業とし、神々しく暮らしている、宿村があった、あるいは、三笹の荷が用を作って常駐していたことを伝え、高齢であると言っている。ありがとうございます。